1000円を与えてほしいと殺到した村人たちを前に、オーリフは終戦する意義を説いた。その話に感化された村人たちは、オーリフの教えのもとに仙人を目指して修行することを決意した。七左衛門のシャチ長老は家元の命令でカインとムヒカの調査をし、裏切りが事実なら粛清するよう言われていた。なんで兄さんがあんな奴の猿芝居に付き合っている？成り行きだと言っただろう。オーリフは捕らえたシャチ長老に偽の毒薬を飲ませた。ようこそ地境へ。シャチ長老が裏切りました。詳しく聞かせてくれ。コトラ。は、申し上げます。告発状をもみ消した矢先、騒ぎを起こすのはいかがなものかと。門派同士の抗争となると尽力堂とて黙認してくれるとは思えませぬが。他には？武闘派を集めろ。築期以上の修士10名一組にして三班を組織する。家元。それぞれが闇を抜けて3日後にここに集結する。しかし2日で準備しろ。ところで地境に関してはどちらでお聞きになったのですか？立ち寄った村でここの噂を聞いたのです。千円もない普通の人たちが熱心に修行している村があると。確かにこの村の人たちは皆さん熱心です。ですがそれでも指導者を必要としています。あなた方のような修士の方々にその役をしていただけるなら我々としてもありがたいことです。それでは村をご案内させていただきます。そちらの方もご一緒ですか？おお、村全体強い霊気に包まれているようですね。ここで修行したら効率は2倍、いやそれ以上かと。あれは砲弾ですか？変わった形をしておりますな。私どもの教主が建てたものです。この砲弾が山々の霊気を霊石に変えてくれるのです。おかげで人造霊光も大量に購入できます。それで他の門派よりも早く成果が出せるというわけですか？これから信者の数も増えてくるものと思われます。
住むところも増やさないと。どうかなされましたか？実は小耳に挟んだのですが。と言いますと？精神宗流星門、それが七星門の家元がいた門派なの？以前霊剣山で各門派の成り立ちに関する書物を読んだことがある。それによると彼らは月と星の位置からその力を得て法力に変えるそうだ。じゃあ七星門の家元と戦うときは月と星がないときにしないとダメね。あるいはそれを消すか。そんなことができたら太陽だって西から昇るわよ。かもな。あんたマジで言ってんの？それにしてもこの村の人たちって熱心に働くね。地道に収容度も上がってるみたい。凡人にしてはありえないくらいに。頭と命は使いようだな。頭と命？まさか還元粘結鋼を使ったの？あれは人の寿命を燃焼して法力に変えるのよ。万千名もとっくに禁止してるわ。なぜだと思う？それは修行に行き詰まった時この方法を使えばその問題を克服できるからだ。だったら否定されているのはこれを利用して修行の近道をしようとするその使い方だ。修行に近道はない。還元粘結鋼にも罪はない。俺は彼らに還元粘結鋼を使わせているが近道のためじゃない。それは人間が生きる上で必ず通る道だからだ。先縁のない彼らがどうしても仙人になるために修行をしたいと思ったら唯一使える資金は寿命しかない。人造霊魂を使って修行をしても蓄気になるのに100年もかかる。そんな時間は彼らにはない。地球の労働力を増やすには還元粘結鋼で収容度を上げるのが一番手っ取り早い。でも彼らは寿命を犠牲にしてるのよ。搾取されてない？レーネーはいつからそんな優しい人になった？彼らが成長し霊廟やら自霊殿などを自分で建て環境を整えたからこそ高い力を持つ修士たちが地教に参加してくれるようになった。教派を大きくするには原始資本を積み重ねるしかない。それは残忍で血まみれなものだ。しかし力を得るにはそれになれるしかない。この薬草は単体でこそ効果は薄い。しかしこれを教師様の先ほど旅の修士が3名入信したいと言ってきました。そのうちの一人から聞いた話ですが七星門の武闘派がこの村の東に集結していると。来たか。村の中央に砲弾が一機、霊槽園や自霊殿など環境もかなり整えられています。錬気上品の修士が10人以上、蓄気に達した者も 4,5 人はいるようです。たった1ヶ月でこれだけの発展を遂げると。我々の規模に比べればまだ3割程度。しかし本気で戦うとなるとあと50人ばかり武闘派の修士を呼び寄せた方が良いでしょう。追加招集した部隊はいつ来る？明日の朝には。焦ってもしょうがあるまい。それより皆を休ませておけ。どちらへ？人に会う。お供いたしましょう。いや、一人でいい。シャチ長老か。一ヶ月ぶりだな。説明してもらおうか。お話しすることは何もございません。お前はおとりか？いえ、一人で参りました。しかしお前がそう思っているだけかもしれん。ありえます。まあそれならそれでいい。私は七星門を創立し東道府に根を下ろした。
しかしそこには玉慶門という門派があってな、嫌をなしに衝突が起きた。私は一人で彼らの根城に向かった。相手は数十名の修士だ。私は三日三晩戦った。私も大怪我を負ったが、その戦いの中で製図の極意に目覚めた。この年になってもまだ戦わねばならんとはな。すぐに七星門へお戻りください、家元。ん？今回ばかりはあなたといえどもかなう相手ではありません。何？帰れというのか。何もせず兵を引けと。たった一ヶ月でしたが、私はこの村の急成長を目の当たりにしました。ここの教師様は私よりはるかに若い。しかし本物です。成し遂げる力と知識を持っているのです。道に迷った修士たちも教師様の言葉一つで開眼するのです。私とてお願いです。兵を引いてください。あなたとこうして会うことももはやできうる範囲を超えているのです。教主に会わせてくれないか。会ってどうするのです。まだわからない。このままでは皆に説明することもできない。説明など必要ないでしょう。ん？七星門を開かれてから今日まで、まさか万事が思う通りになったわけではないでしょう。仕方なく妥協したことはありませんでしたか。挫折があるたびにあれもこれも説明しないといけないのですか。挫折だと？あの頃は七星門も今のような基盤はなく、玉慶門以外からも言いがかりをつけられたものでした。あなたは話をつけてくると言い残して出て行き、二三日して帰ってきた。あなたは何も説明しなかった。我々も聞かなかった。あなたは酒を飲み、我々に約束した。今後の修行の道をさらに広げ、修仙の道でさらなる栄光を味わうために七星門を万千名に加盟させると。皆あなたを信頼しています。黙って帰るわけにはいかない。相手は御絶の神殿弟子、霊剣派を相手にするなら彼らは七星門を滅ぼすことも不可能ではないでしょう。すぐに七星門へお帰りください。私に言えるのはそれだけです。存続への正しい道をお探しください。誰だ？確かにいた。いや、まだいる。逃したか。そんなに緊張することはないでしょう。伝音術か。そう、私はまだ遠いところにいる。あなたが発見できないのは当たり前のこと。何が目的だ？挨拶もなしとはね。貴様が姿を現したらそうしよう。なぜ七星門を狙う？それより家元さん、今日はあなたにいい話を持ってきた。何？率直に言おう。地境に入らないか？久しぶりに面白い冗談を聞いた。地球の発展速度を見れば、あなたにもここの将来性を理解できるはずだ。悪い話ではないと思うが。私の力なら万千名の上級門派以外ならどこへでも行ける。事実ここ何十年もの間多くの妖精もあった。今さら他人の下につくつもりはないと。それより貴様は自分の心配をした方がいいんじゃないか。私の？君のことは調べさせてもらった。自ら教派を作り、わずか数ヶ月でこれほどまでに発展させることができたのは
君が無名の修士でないことを証明している。しかしお前は使ってはならないものを使った。還元連結校。気づいたんだ。上級門派の連中にとっては何百の霊石よりもメンツの方が何十何百倍も重要だ。その神殿弟子があの邪悪の法を使っていたとしたらどうなる？思ったより頭が切れるね。手を打たないか。カイン長老とシャチ長老のことは不問にしよう。今後お互い干渉せず、喧嘩を売るような真似はしない。邪教同士、目をつぶり合えば。悪くはあるまい。どうかな。ここで逃したら、あなたは俺と同じように告発状を送るかもしれない。どこへ行く？結局こうなるのか。いいだろう、見せてやろう。巨端の力を。瞬間的に結界を張ったのか。さすが巨端。くっ、やっと姿を現したか。ありがとう、レイネ。ここはもういいから、あっちの方。はいはい、たく人使い荒いんだから。これからは家元さん、俺たち二人の戦いだ。俺が勝ったら七星門ともども地境に入信してもらう。ありえん。何が一対一だ。チッ。お前のせいだ。こいつらで私の相手が務まると思ってはいまい。とっとと姿を現せ。ではなかったのか。これがゴゼスの神殿弟子の戦い方か。まさか俺が本当に姿を現すとでも思った。くっ、お前を買いかぶりすぎていた。もっと名門らしい品格のある戦いと思ったが、お前がその気ならお前の村ごと全てを殲滅してやろう。法力が足りない。星が見えない。
気に入ってもらえたかな。星がなければあなたの法力は半減する。あなたの力は神秘的で素晴らしい。しかしそれを行うには膨大な法力が必要となる。それはあなただけの力ではできない。その力の多くは月の輝き、そして天上の星から得られるものだ。精神宗の傘下、流星門。私が名門出身であることを知ることができるなら、私の見識や学問もまたあなたのような低層であがいている庶民出身の修士よりはるかに勝っていることも知るべきだ。何？あなたの核心候補はおそらく七陽星神血だろう。違うか？不完全なその技に自分でいろいろ足していったら七星血となった。その着眼点は悪くない。しかし根本的な原理が同じであるなら、その対処法を考えればおのずと戦い方も見えてくる。おお、そんな才能があるんなら俺をはめるような真似をしなくてもいいだろう。正々堂々と戦え。聞いてくれ、お前たちは殺したくない。裏切り者が何を言うか。死ねデブだ。次回、決着。